武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は芝浦工業大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、前期と前学部は、大問8題、そして後期が大問5題という構成になっており、まあ、どこもですね、まあ、後期も大問数は減るんですが、構成は同じで、会は、文法語彙、そして読解という構成になっています。で、まあ、後期が大問減る分ですね、文章自体がちょっとだ、あの、文法も長文長くなるような形になって、若干難易度が、上がるという形ですね。ただ、まあ、その分前期前学部は大問数が多いので、まあ、結構その、ハイスピードを解いていかなきゃいけないというような形ですね。で、問題の難易度的にはですね、もう本当にセンター程度、日大レベル一通りちゃんとできれば対応できる難易度となっており、ただ前期と前学部に関しては英文和訳が出ると。なので、まあ、ただそこもそのためだけに対策いるかと言われると、まあ、他でちゃんと取れば別に特別対策しなくてもいいんじゃないかなというぐらいのものですね。なので基本的にはまあ日大レベルの対策、まあ会話と文法も含めてしっかりやる。で、プラスまあできればセンター試験の過去問などやっておいて、まあ、10年分程度ですかね。で、長い長文なりセンター形式の文法、長文にちょっと慣れておいた方が、いいかなと。で、会話の対策もしっかり、まあこれに関しては通常の、まあ、ネクステージだったりの文法系参考書の、会話問題の部分しっかりやっておけば、対応できるレベル、まあマーチとかの、文系とかに出てくる、まあ、長文の会話問題という形ではないので、まあ、そこはしっかり対策していけば、いけるかなというふうに思います。なので、まあ、日大レベル終わっただけでも過去問挑めるっちゃ挑めるんですけど、できればセンターでちょっと、いろんな形式なり長い文章に慣れておくとやりやすくなるかなと思います。以上が英語の勉強となります。